はい、ユッキーの帰戦動画です。今回は、こちら、ラークの、スマートプラスメンソール1、390円ということでね、値段が安かった。で、まあ、メンソールの1ミリ。これ19本入りだっけ？何本入りこれ。書いてないんだけど、19本入りかな。何本入りとか書いてないんだよね。ちょっと詐欺に近いよね。本当に、どこにもね、19本入りなんて書いてないんですよ。タールが1ミリ、ニコチンが 0.1 ミリのタバコです。本当にね、何本入りか書いてないんですよ。で、今数えます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16。やっぱ19本入りだ。詐欺に近いな。これちょっと詐欺に近いな。19本入りとか書いてないんですよ。マジで。ほとんど詐欺に近い。これクレーム入れようかしら。こんな感じです。切っていきたいと思います。あ、なんか、やっぱちょっとラークらしく、なんかちょっとチョコレートっていうか、なんて言うんだろうな。チョコレートっていうか、こう、コーヒーのような。コーヒーのような。あ、これ新しいですね。昔、ラークの12ミリのやつ、レギュラーのやつ吸ったことあるけど、確かにうまかったな。なんか独特のね、他のタバコにはない香りです。ラークの、その、チョコレートフレーバー的な味は残しつつ、メンソールもそこそこあり。普通な感じで。で、まあ、タバコの味っていうよりは、なんかチョコレートフレーバー的な感じだよね。タバコの味っていうよりは、まあ、チョコレートの味みたいな感じ。甘くない。カカオ 90% とかのチョコレートの味。てかこれさ、タバコさ、今思ったけど、ちょっと細い？なんかちょっと細い？ちょっと細いですね、確かに。あー、これ、普通のタバコよりか細くて、スリムよかは太いけど、みたいな感じか。で、なおかつ、
キングサイズより長くて 100S よりも短いらしいです。はあ、だからちょっとあれなんだね、ちょっと長いんだ。へえ、ああ、このチョコレートフレーバーとメンソールの不思議なこの合体みたいな。なかなか珍しい味わいですね。なかなか面白い味わい。ラークはこれでいいんじゃないかなと思いますね。うん。ラークのやっぱり良さはやっぱちょっとチョコレートフレーバーがあるっていうのが良さなんで、それを残しつつ、メンソールを効かせたいい感じじゃないですかね。これは4つ星。ご視聴ありがとうございます。